ジェイソン・メイヘム・ミラーは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。ノースカロライナ州、ファイエット・ビル出身。2003年2月23日、エクストリームチャレンジ50でのミドル級、トーナメント1回戦で、デニス・カーンにチョークスリーパーで一本勝ち。準決勝では、ティム・ケネディに、判定負け。2003年12月5日、スーパーブロール32で、 イゲンイノウエと対戦し、タオル投入による TKO 勝ち。2004年10月16日、スーパーブロールウェルター級王座決定戦で、ロナルド・ジューンと対戦し、片固めで一本勝ちを収め王座獲得に成功した。2005年4月16日、UFC 初参戦となった UFC52 で、ジョルジュ・サンピエールと対戦し、0から3の判定負け。 2005年12月、元恋人の女性宅に押し入り、第1級強盗を呼び、第3級暴行の罪で逮捕された。2006年9月2日、アイコン、スポーツミドル級タイトルマッチで、ロビーローラーと対戦し、片固めで一本勝ちを収め王座獲得に成功した。2006年12月1日、アイコンスポーツミドル級王座防衛戦で、フランク・トリッグと対戦し、 サッカーボールキックで TKO 負けを喫し、王座陥落した。2007年5月12日、WEC 初参戦となった、WEC27 で、三浦博光と対戦し、判定勝ち。2007年12月15日、ハッドネットファイツで、ティム・ケネディと再戦し、判定勝ちで、リベンジ成功。2008年5月11日、ドリーム初参戦となった、 ドリーム3のドリームミドル級グランプリ1回戦で柴田勝頼と対戦し試合開始早々から柴田を圧倒しマウントポジションを奪ってからはテレビカメラに向かってカメラ目線の笑顔でピースサインをしたりプロレス技のモンゴリアンチョップを放つなどして最後はマウントパンチで小勝ち6月15日ドリーム4のミドル級グランプリ2回戦で ホナウド・ジャカレーと対戦し、マウントポジションを奪われてもスイープして、切り返したり、ヒールホールドを極められても笑顔で親指を立てる、サムズアップポーズをしたものの、判定負け。2009年4月18日、キングダム MMA でから、コロエ、ホースと対戦し、チョークスリーパーで一本勝ち。初代ミドル級王座を獲得した。2009年5月26日、 ドリーム9で行われたドリームミドル級王座決定戦でホナウド・ジャカレーと再戦。グラウンド状態でキックを放ち、ジャカレーの頭部から出血し、試合はノーコンテストとなった。2009年11月7日、ストリックフォース、フェードア・ VS、ロジャースのストリックフォース世界ミドル級王座決定戦で、ジェイク・シールズと対戦し、判定負けを喫し王座獲得に失敗した。 2010年4月17日、ストリックフォース、ナッシュビルで、ティム・スタウトに 1R で、TKO 勝ちを収め、メインイベント終了後に、王座防衛に成功したジェイク・シールズに対して、ミドル級王座をかけた再戦を要求。この際に、シールズのセコンド陣と、乱闘騒ぎを起こした。2010年9月25日、ドリーム16で、憧れの選手であった。 桜庭和志と対戦し、片固めで一本勝ち。桜庭は、キャリア初のタップアウト負けとなった。2011年、リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン14に参加。チームミラーでコーチを務めた。2011年12月3日、6年5ヶ月ぶりの UFC 参戦となった。 ザ・アルティメット・ファイター14フィナーレで、マイケル・ビスピンとコーチ対決を行い、ボディへの膝蹴りと、パウンドで TKO 負けを喫した。2012年5月26日、UFC146 で CB ・ダラウェイと対戦し、0から3の判定負け。戦前にダラウェイに負けたら、引退すると公言していたため試合後に引退を表明した。 2016年5月21日のベネタ FC3 で復帰予定だったが、カリフォルニア州のタトゥースタジオに落書きをした容疑で逮捕された。2016年5月21日、4年ぶりの復帰戦となったベネタ FC3 でマティア・シャボリンと対戦し、リアネイキドチョークで一本負け。当初はルーク・バーナットとミドル級で対戦予定だったが、 前日計量で24ポンドの体重超過をしたため、シャボリンとのライトヘビー級戦に変更された。2017年2月1日、ガールフレンドに暴行を加えたとされる事件で無罪を勝ち取る。ありがとうございます。